私は平気ですね。そういう変化は起きないのかもしれないですよ。はい、何かあったらすぐに知らせますね。マスオミこそ大丈夫なのですか？もちろんそれも心配ですが、マスオミの中にも欠片が吸収されているのですよね。量は少なくても私よりずっと長く体の中に入っていたんですよね。でしたらマスオミの方が強い影響を受けていることも考えられませんか？私も似たようなものですね。けど、マスオミは万一のことがあるかもしれないと心配してくれているんですよね。ありがとうございます、マサオミ。ですが、私のことは本当に心配ないですよ。むしろちょっと嬉しいところもありますから。それもあるかもしれないですが、マサオミがたくさん心配してくれますし、マスオミの中にも欠片があるなら、私たち一緒ですよね。はい、少し変化もですが、マスオミと一緒なのは嬉しいですよ。